北米です。今回は三好が丘緑地へ行きました。その名の通り、三好市にある緑地です。今日は、この展望台に登ってみます。では、レッツゴー。この展望台は、浮雲の桟橋、と呼ばれています。階段登っている間に雑談でも、両津部のクリエイタースタジオを見てるんですが、先月より何の数字も増えてないんですよね。登録者も、視聴回数もすべてマイナスらしいです。まあ、なので最近は10再生いけば、かなりテンション上がってます。コンスタント20再生取れるように頑張りたいな。では、少しカット。ここを登れば頂上です。結構、階段が急で疲れました。到着。では、景色を見てみましょう。街が一望できます。風も気持ちがいいです。では、景色を一周したら終わります。いかがでしたか？ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な動画を配信していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。